横須賀基地潜水艦隊は、日本の海上自衛隊の自衛艦隊に属する潜水艦を中心に編成された艦隊である。潜水艦隊司令部は船越地区に置かれており、潜水艦隊司令官は解消をもって当てられている。2006年の統合幕僚幹部の発足以降は、自衛隊全体で統合運用が始まり、ホースユーザーとホースプロバイダーの考え方が導入されたため、 現在の潜水艦隊司令官はホースプロバイダーとして霊下部隊の連動管理を行いホースユーザーの自衛艦隊司令官に部隊を提供する役目を担っている潜水艦隊編成以前の海上自衛隊の潜水艦部隊は第1潜水隊群と第2潜水隊群が自衛艦隊霊下に編成上並列に存在また潜水艦の作戦運用は 軍司令部総合官により調整を実施しており、指揮、運用が二元化されていた。そのため、両潜水隊軍の上位組織として、潜水艦隊が設けられることとなり、防衛庁設置法等の一部を改正する法律により、1981年2月に新編された。なお、作戦行動中の潜水艦の指揮は、潜水艦隊司令部が一括で受け持っていたため、 潜水隊軍司令部は人事、教育訓練、艦の維持といった機能にとどめ、潜水隊は廃止すべきという意見も見られていた。これは潜水艦は単艦,艦での作戦行動が主体で不要な中間式結節を置くべきではないという考えに起因している。ありがとうございます。